ちに行こう。よ、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。日本ブルボンとセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。その後3、4馬身開いて4番オグリーキャップ、4番手成田ブライアン。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。続いてセイウンスカイ、その後3、4馬身開いて4番オグリーキャップ。それを見るように成田ブライアン、後ろ3番オグリーキャップ、そしてエイシングフラッシュ、そしてその後ろから行くのはゴールドシップ。1馬身離れてジンボリルドルフ、ナイスネイチャー、内から行くゴールドシップ。果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、続きましたセイウンスカイ、2馬身離れて4番オグリーキャップ、少し離れて3番オグリーキャップ、少し後ろから成田ブライアン、その後3、4馬身開いてゴールドシップ、少し後ろからエイシングフラッシュ、あとはナイスネイチャー、それを見るようにジンボリルドルフ。意気揚々と先頭を行きますミホノブルボン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。4番オグリキャップ、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。さあ内から先頭を伺うのはミホノブルボン。さあこれから坂、二側の舞台はこれから坂がある。4番オグリキャップ、先頭は4番オグリキャップ、これは強い。残り200、4番オグリキャップ足を衰えない。4番オグリキャップリードは1馬身、ミホノブルボン食い下がる。4番オグリキャップ、今ゴールイン、勝ったのは4番オグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はシンボリルドルフ、3着はミホノブルボン。ナチュラスデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのは9番セイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはメジロマックイーン、3番セイウンスカイ並んできた。すぐに続いて2番オグリーキャップ、外1番オグリーキャップ、さらにグラスワンダー、少し離れてアグネスターキオン、その外並んでエイシングフラッシュ、少し後ろからナイスネイチャー。1コーナーから2コーナーへ向かう9番セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。依然先頭は9番セイウンスカイ、続いて3番セイウンスカイ、1馬身差1番オグリーキャップ、すぐに続いてメジロマックイーン、2番オグリーキャップ続いている。後ろグラスワンダー、1馬身離れてアグネスターキオン、少し離れてエイシングフラッシュ、その後からナイスネイチャー。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。先頭9番セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。続きました3番セイウンスカイ、外目をついて1番オグリーキャップ、さらには2番オグリーキャップ、差がなくメジロマックイーン。この辺りまでで先頭集団を形成しています。依然として9番セイウンスカイ、1馬身離れて3番セイウンスカイ、その後1番オグリーキャップ、少し後ろから2番オグリーキャップ、5番手メジロマックイーン、1馬身離れてグラスワンダー、後ろアグネスターキオン、1馬身差。すやすや、大物いただき、ハマったね。少し離れてナイスネイチャー、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差が、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあここから先頭を伺うのは2番オグリキャップ。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入って、勝利への歩みに一歩たりとも狂いなし。今こそ、ジョージの時。一番、オグリキャップ、食い下がる。九番、セイウンスカイ、強い、強すぎる。見ていてくれ、これが、私の全力だ。残り200、九番、セイウンスカイ、足色は衰えない。九番、セイウンスカイ、リードは4馬身。勝ったのは九番、セイウンスカイ。見事な走りで勝利を手中に収めました。勝ったのは9番セイウンスカイ。
ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着1番オグリキャップ、3着2番オグリキャップ。なんと晴れやかな結果に。おっとウマ娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コールエースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキー、前運世界、マヤマサプーダン、マルゼンスキー、会長に飛ばしていきます。さあ、激しい先行争いで前に出たのはマルゼンスキー、前運世界、追走、激しい先頭争い、少し後ろからマヤマサプーダン、4番手アグネスタキオン、その後ろからオグリキャップ、そしてその外から行ったのはエイシンフラッシュ、内には7番グラスワンダー、あとは2番グラスワンダー。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。続きました天雲スカイ、オグリキャップ上がっていきます。先頭は相変わらずマルゼンスキー、続いて天雲スカイ、少し離れてマヤのトップガン、その後ろにアグネスタキオン、オグリキャップ、続いている、その後ろからエイシンフラッシュ、その後から7番グラスワンダー、外目をついてシンボリルバブフ、向こう正面に入って先頭から新型でおよそ14マシン、順位を振り返っていきます。先頭は依然マルゼンスキー、3マシンリード、先頭から大きく離されて2番手は天雲スカイ、その後ろマヤのトップガン、そしてその後方にはアグネスタキオン、オグリキャップ、追走、1マシン離れてエイシンフラッシュ、その後ろから7番グラスワンダー、1マシン離れてシンボリルバブフ、それを見るように2番グラスワンダー。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。先頭マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。まもなく第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。天雲スカイ前を狙っているぞ。さあ、これから下が鬼川の舞台はこれから差がある。マルゼンスキー、今こそ成就の時。2着は2番グラスワンダー、3着に入ったのはエイシンフラッシュ。急大点、次はさらに上へ。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コールエースが期待できそうです。先行争いは9番天雲スカイ、6番天雲スカイ、マルゼンスキー、苦しい戦いを強いられているグラスワンダー、ここからどう出る。9番天雲スカイ、会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのは9番天雲スカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、その後6番天雲スカイ、2馬身3馬身開いてスーパークリーク、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は9番天雲スカイ、安心で飛ばしていきます。続いてマルゼンスキー、3番手には6番天雲スカイ、4番手にはオグリキャップ、少し後ろからスーパークリーク、あとはグラスワンダー、内からエイシンフラッシュ、少し離れて7番シンボリルバルフ、内で3番シンボリルバルフ、意気揚々と先頭いきます。9番天雲スカイ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。向こう正面に入って先頭から新型までおよそ12マシン、順位を振り返っていきます。現在1番手はマルゼンスキーに続きました。9番天雲スカイ、その後ろに6番天雲スカイ、スーパークリーク、並びかけてきた5番手にオグリキャップ、そしてその後方にはエイシンフラッシュ、さがなく7番シンボリルドルフ、そしてそのうちから来たのはグラスワンダー、さらには3番シンボリルドルフ。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1マシン以上の差があると、ここから耐えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。グラスワンダー、1で様子を伺う。さあ、レースの坂、井川の舞台はこれから坂。今こそ成就の時。マルゼンスキー、強い、強すぎる、完全に抜け出した。キャップをつけた。私の全力だ。2番手争いはスーパークリーク、9番天雲スカイ、マルゼンスキー、足色は衰えない、先頭はマルゼンスキー、変わらない、お見事マルゼンスキー、着差以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはマルゼンスキー、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはオグリキャップ、3着はスーパークリーク。2着か、悪くない結果だ。さあ、現
ートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはシンボリルドルフ、9番マルゼンスキー、5番マルゼンスキー。さあ激しい先行争いで前に出たのは5番マルゼンスキー。激しい先頭争い、さらにシンボリルドルフ、その目をついて9番マルゼンスキー、そしてナリタブライアン、大気シャトル並んでくる。その後ろから1番オグリキャップ、少し離れて低雲スカイ、そしてその後方には4番オグリキャップ。第1コーナー回って第2コーナー、シンボリルドルフ快調に飛ばしていきます。現在1番手はシンボリルドルフ、続いて5番マルゼンスキー、3番手には9番マルゼンスキー、4番手にナリタブライアン、後ろ大気シャトル、そしてその後ろから行くのは1番オグリキャップ、1馬身離れて低雲スカイ、1馬身差4番オグリキャップ内で AC フラッシュ、向こう正面に入って先頭は5番マルゼンスキー。順位を振り返っていきます。さらにシンボリルドルフ、そして外目を突き出しては5番マルゼンスキー、1馬身差9番マルゼンスキー、後からナリタブライアン、その後から大気シャトル、1番オグリキャップ外から行く、内をついて4番オグリキャップ、外から外から AC フラッシュ、そしてその内を回って低雲スカイ、5番マルゼンスキー。先頭進みますが、これは正解でしょうか。5番マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。5番マルゼンスキー、まだリードをキープしています。続きました9番マルゼンスキー、間もなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まると、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。低雲スカイ前を狙っていると気持ちよく逃げている5番マルゼンスキー。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がって今こそ成就の時。5番マルゼンスキー速い速い、もはや独走状態、残り200。私の全力だ。はい、シャトル繰り下がれ。5番マルゼンスキー、足色は衰えない。5番マルゼンスキー、リードは3マシン、先頭は5番マルゼンスキー。変わらない、お見事。5番マルゼンスキー100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのは5番マルゼンスキー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着には大気シャトル、3着は9番マルゼンスキー。あと一歩及ばない。バニー、ありがとう。